こちらは岐阜市にある雑貨なども扱う人気の書店。店内の壁を彩るのは手ぬぐいが入った額縁です。価格は6000円と少々高めですが、2010年に発売されたこの額がここ数年売れに売れているといいます。ここに後ろに並んでいる4柄、横に春夏秋冬とあるんですけれども、春のものであったら桜の花っていうのは淡い色をしているので、淡い色に合わせて淡い木のものを選んでいただくだとか、柄に合わせて額の色も変えていっていただく、あとは飾っていただく場所ですね、お部屋の中のアイテムの木のものに合わせて色を選んでいただくとかっていうので、まあ、複数の色を合わせていただくことによって綺麗にまとまった空間を作っていただくっていうのは提案をしていますね。手ぬぐい額は大手通販サイトでも販売、部門別の売上ランキングで通算200週以上1位を達成しているのです。森林資源に恵まれる山形市。この町に手ぬぐい額を作る会社があります。山田木管工業所。1951年創業の木工所で、手ぬぐい額と並ぶ主力事業が家具やキッチンに使う扉の製造です。長年にわたって木工技術を培ってきました。会社を率いるのが1987年に2代目の社長となった山田仁さん、59歳です。自らも職人として腕を磨いてきました。手ぬぐい額がどのように作られているか見せてもらいました。まずは額に使う木材をカットしていきます。玄関収納の扉とかシステムキッチンの扉をやってまして、そこに使われている材料を使って作っております。大量生産であったり、そういうことの仕入れルートがあるので、品質の良いものが安価でお客様に提供できるという利点があります。次に扉を作る時と同じ機械を使ってカットした木材を接着していきます。高周波接着といいまして、いわゆる電子レンジの応用、加熱して木材の内部の分子を踊らせることによって強固な接着ができると。この技術がなければこの細い手ぬぐい額というのは完成しておりませんでした。そして出来上がった額を山田さんが高さ4メートルの場所へと持っていきます。一体何をするのか。なんと額は全く壊れていません。京都ももちろんなんですが、住宅設備の扉というのは顔なので、顔のその品質をそのまま雑貨である手ぬぐい額に生かしておりますね。基準はそのままの基準でやってますので、高品質ですごく納得して買っていただける商品になっておると重視しております。岐阜市など繊維業が盛んだった町に向け、糸を巻き取る木管を作ったのが会社の始まり。時代の移り変わりとともに作るものは変わっていきましたが、それはすべて大手メーカーなどの下請けでした。そうした中、山田さんはなぜ手ぬぐい額というオリジナル商品の開発に乗り出したのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。住宅着工が一時の半分になったり、そういうことであるお客様は潰れたり、あるお客様はやっぱり、仕事がないので内作しますということで、うちの仕事の大半を占め取った仕事がなくなっちゃいまして、このままあと 2,3 年行ったらもう潰れちゃうんじゃないかと、そういう恐怖もあって、ただまあ追い詰められれば一生懸命やるしかないので、まあ、やっぱりお客様の思惑でじゃなくて、自分の責任でやれるオリジナル商品をなんとか作りたいなと。6年前の5月の連休に家内と伊勢神宮へお参りに来まして、手ぬぐいを家内が買いまして、で帰ってきてから家内が、お父さんこれちょっといい柄なんで、これの額作ってよということで、じゃあ作ろうというので作ってみたら、なんか
ただの布切れなんですけど、額に入れたらすごくいいものになりまして、私たちのような小さなものでは広げすぎたって、これは良くないので、やっぱりピンポイントでお客様が喜んでいただけるというところを狙って、やっぱり商品開発していきたいと。山田さんが私たちに発売前の新商品を紹介してくれました。これは御朱印帳を開いて飾る、そのまま切らずに開いて飾れるという商品です。御朱印ガールという言葉もあるみたいで、御朱印を集めている方はすごく多くなりましたね。ニッチであるけどもちょっと面白い商品、よそにない商品、そういう商品を開発したいと。6月に東京で開かれる見本市に出展し、販売を始める予定です。現在ある技術だとか技を生かしたもので商品を開発したいと思ってます。お客様と一緒になって日本の壁が楽しくなるような、そんな商品が作っていけたらなと思っております。全国的に木工加工業は、完成品メーカーが海外に工場を移転したことや、材料がプラスチックに置き換えられたことによって市場規模が大幅に縮小しています。豊かな森林資源を守ることは大切なことですが、林業や木工を営みにしている事業者にとって、木材や木工製品の価値が高くならないと生計が成り立ちません。ご覧いただいた山田社長は、オリジナル商品を持たなければならないと痛感し、今ある人材、技術、設備で何ができるのかを考えて自社商品の開発に成功しました。環境の変化に立ち向かい、身の丈に合ったニッチな市場に狙いを定め、原点回帰の発想で自社商品を開発したことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。